先頭はですね、近藤さんから、ベジエキス曲線を使っていきようということで、よろしくお願いします。ちょっと待ってください。はじめまして、近藤と申します。スタッフやってます。ベジエキス線を使ってみようということで発表させていただきます。皆さん、いろいろとそういう発表をやってますんですが、ドローを使われている方がどれくらいいらっしゃるかというので、ライター、明るくの方がメジャーだと思いますけれども、リプレオフィスの特徴の一つであります。役割分割というのは非常に大事で、表計算ソフトにですね、スクリーンショットを貼り付けるような無駄な仕事はやめましょう。簡単描画ソフトなんですけども、そもそものことができます。レイヤーがあるんで、それなりの使い方ができますし、スナップラインなんかもバンバン増やせますので、結構使えます。個人的に思っているとですね、評価する人がちゃんと評価しないから、いいものが広がらないというですね、オープンな文書フォーマットのプランクリーさんの話もありましたし、これからパネルディスカッションでやることになると思うんですけど、ODG、SVG、使いましょう。オープンクリップアートなんかやってると、SVG が入手可能です。ちょっと別の話なんですけど、ライター軽くは、MS オフィスの役に立つっていうポリシーがあったんですけれども、ドローってどうすればいいのと、そんな高いソフトをやっちゃっていいのかなっていうのもあるんだけど、それよりはインクスケープとかキンプとか使えるようにしていくっていうのが健全なんじゃないかなと思います。相関図とするとこんな感じです。ODG を使えるのが、あんまり他のツールではないんで、SVG を取り込んだり、外に出したりっていう使い方が主になってきます。オープンクリップアートなんですけれども、上に検索していると、いろいろと引っかかってきます。ページに検索すると、いろいろと出てきます。で、ダウンロードすると SVG が手に入ります。それで、いろんなフォーマットが手に入ったりします。昔こういう Q&A 作ったんですけれども、EMF とか WMF とかもう時代遅れなのでやめてください。SVG 使いましょう。結論なんですけど、インクスケープは併用した方がいいぞと。それで、ただドローでしかできないこともありますんで、併用するのがいいと思います。ベジ曲線なんですけど、インクスケープを使うにしても、ドローを使うにしても使わないといけませんと。こんな感じなんですけど、詳細いらないと飛ばします。無茶な曲線書きますけれども、実際制御点がですね、こんな変なところに来るんで、こんなアホなことやっちゃダメです。こういう時は通過点を増やして素直な曲線を書くと。で、練習の指針なんですけど、まず多角形っていうのがありますんで、それをですね、曲線に変えていくと。ちょっとUI が英語のやつなんですけれども、対象に変換っていうのが最初は慣れないうちにこれを使ってください。で、こんな感じでポンポンとカーブだったり自然な曲線を練習していってください。で、ドローでやるのは、レイヤーがあると、オブジェクトごとじゃないんで、非常に使いやすいです。それから下の方に座標っていうのが出てくるんで、この辺気使ってると正座の記念をかけていきます。で、あとですね、インクスケープでこれやりたいんだけどっていうのが、多角形に変換するってやつで、こういうのやると、エクスポートをするときもちょっと楽になります。欠点なんですけれども、インクスケープにあるコントローラーを押すと、点を減らすというのがないんで、これは本当にできないですね。で、ギンプも、似たようなパスツールありますんで、こういうのを使っていると、非常に幅が広がってきます。私の発表は以上です。ありがとうございます。